はい、こんにちは。もうまだね、外は明るいです。もう10月に入りましたがね、はい、皆さんね、あと3ヶ月ですよ。3ヶ月今年も何やってきたんだべなほらって感じだけど、本当に、うん、ね、本当にね、このあと3ヶ月ってあっという間です ね、うん、そうね、これでいっぱいね仕事があればいいのかなと思います、うんうん、もう本当にね、今日一日が大事でございます、うんうん、ね、2代目女諸閣屋千歳と申します。どうぞよろしく。今日はおしとやかだね。なんかすごい、はい、おしとやかな。次はちょっとガチャガチャといきます。もう先日あの田舎に帰ってきて、100歳のお母さんのパワーと、それから三春の三大桜の滝桜のもうすごいパワーをもらって帰ってきたら、もうね飛び跳ねるように元気になりました。もうデビューしてから51年目に入りまして、ますます頑張っております。乳母の桜と申します。桜ちゃんです。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。はい、若さん、今回初めてお邪魔させていただきます。歌の大先輩 の、 あの先生方とは違いまして、曲芸や獅子舞というあの伝統芸能の世界であの活動させていただいてます。丸一の千若と申します。今日はよろしくお願いいたします。はい、なんかこう言ってんじゃなくてこう言ってんじゃない ね、すごいモテるね。今日すごくもうあのすごく爽やかな、ね、方ですよね。男性一人だから ね、モテて、このね、4人並んだ中で一番私がなんか年上というかなんというか、いやそんなことない。今日は、ね、髪型を変えてきたんですよ。かっこいいよ。でも、はい、でもほら色的にね、なんとなくおばあちゃまかなみたいに言われて、うん、シックって言ってください。それはじゃあシックに今日は行きたいと思います。す高田京子です。よろしくどうぞお願いいたします。はい、イエーイ。でも京子さんかっこいいですよ。はい、うん、そうですか。うんうん、それ、ね、だってさ、うん、あのいつもショートカットでしょ、はい、長いの、うん、ロン毛なんてそんな見たことないから、うんうん、その、ね、昔からそのショートカットだったんで、うん、随分似合うなと思ってますよ、私は。嬉しい、うん、ね、どこでやってるんですかって言われてびっくりしちゃって、ね、これは川崎の鹿のところをね、うん、三越さんで買いましたとか言ったりとかね、うん、でもじゃあ、うん、あの前からショートカット、いや、いろいろ毎回、うん、もうお家にねこのウィッグがね 20〜30個。うわ、すごい。私は、あの前マシュマロカットね、あのほらあのフィンガーファイブのよく間違えられるぐらい、あの子とあの子って、うんうん、まの子でいいだろうって言った、一緒みたいなマシュマロカットだったのに、だから皆さんね、時々戸惑うんだね。ほら長くしてこの団子つけてるからアップにしちゃったから、さくらちゃんってアップだったから、うん、うん、前はねおかっぱだよってそう言って、うん、ですよねとか、うん、そうだよっつって。でもほら髪型で全然ね感じが変わっちゃうからね。でもドレスがさ、うん、背中抜いたらこんなになってるのに、おかっぱじゃおかしいでしょ。かわいすぎる。デザイナーの先生がそう言ったんだ、うん、おかっぱじゃさくらさんおかしいですよ、うん、少し長めにしていろいろ髪形変えてみたらどうですかって言ったから、うん、変えました、ね、それからずっとこうやってます、うん、団子つけて。でも千若さんもね、うん、先日電話かけたら今どこなのって言ったら名古屋だって。すごいね、名古屋に行ってたの。どうでした名古屋、暑くなかった？暑かったでしょあれ。台風の直前 の、 あのすごい暑いね。暑かったです。いや名古屋だって暑いのになと思ってやんなっちゃうね。それからまた違うとこ、うん、九州でしたっけ。九州に行ってました。あ、いいね、いろいろ行けて、うん、実家が九州の宮崎なんですけど、その宮崎の方で呼んでいただいて、たまたまその時が、うん、なんだ。宮崎どこ、ね、宮崎の小林市という山の中の、そう、町です。あ、宮古城とか。あ、宮古城のすぐ隣のあたりですね。あ、ほら、昭和彼好きの山田孝先生のふるさと。あ、そうなの。そうだよ。あと亡くなったほら、あの、中山大三郎先生も宮崎だよ。そうですね。そうそうたるメンバーだよ。すごい。そうよ。いいとこ、話だけは聞いてよく、うん、そうなの。はい。いいところじゃないね。いいとこだよね。ぜひ来てください。フェニックスのゴルフやるもんね。もう最高ね、ゴルフはね。そうですね。あそこね。多いですね、はい、あれなんかさ、施設っていうかなんかありませんでした、うん、なんか大きななんかリゾート、あ、そう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 、海のあの、うんうん、はい、
できたりしてます。あれはまだあるんですか？はい、まだ一応あのできて色とか形は変わってるみたいですけど、あの使ってるみたいです。そうそうそう、景気の流れでね、いろいろその世の中の流れで変わってるもんね。そうですね。2点3点して。はい、マーショックのゴルフ場高いよね。高いよ、ツアーやってるとこなんて、タイガーウッズとか来てるとこなのに高いよ。目がボンボンって飛び出るくらい高いよね。うん、そうなんですか。うん、いや本当本当高いよ。あそこ一番高いんじゃない？日本で一番高いね。高い一番。一番高い、あ、そっか、若さんゴルフやらないよね。残念ながら。その次札幌のなんだかあそこが高い、宮崎の次に札幌の、お詳しいですね。うん、ゴルフしてたから、大好きなんだよ。手ね、やんちゃして手を切っちゃったからさ、それからやんなくなったんだ、怖くて。あと年も年だからつかなくなったら困るから手が。いやでもね、若さんさ、その何歳までいたんですか？高校までです。はい、でまたなんで親方のとこに大学はスポーツをやってまして、バスケットをやってまして、鹿児島にある体育大学に行ったんですけど、ちょっと中退してしまって、その後に何か仕事を探さなければいけないということで東京に出て、演劇の方にちょっぽんと入っちゃったんですけれども、演劇の公演やってる時に親方と出会いがありまして、ちょっとこういうのをやってみたいと思って弟子入りと言いますか、それが26年前にしました。でもバスケットやってたら、大谷翔平君 のちゃんの奥さんの万美子さんと一緒になれたかしんないのにな。ちょっと世代は違いますけど、出会える可能性はあったかもしれない。あったかもしれないね。はい、向こうの方が若い。先輩後輩ね。いや全然若いだろうけど。あ、だいぶ後輩なの？あ、それはごめんごめん、知らなかったから。今そういうの流行ってるから大丈夫よ。じゃあ何、親方のところでその修行して、大変だったね、あれね。私真似してさ、傘でこういうテニスボールでやったけど、ズルンズルンズルンズル落ちるんだけど、あんなのさ本当に難しい、普通の傘でやったから。やっぱり茶の目じゃないとダメよね、あれね。和傘じゃないと、ね、はい、そうですね。そうだからね、こういう風なね、曲芸ってすごいなと思う、本当に。ありがとうございます。マスもやってたけど、ね、あなた、おめでとうございますの師匠ですか？違う違う、あ、そうだね、また違うんですよ。あの人も曲芸だよね。そうですね、あの人もね、マスをくるくる、あの、染之助染太郎、そうですね、テレビでも一番有名にしていただいた、そうね、いつもほら、正月の年明けやるよね、くるくる、おめでとうございますって、余計に回しますって、くるり回る場面が回るなんて感じでやってましたね。小さい頃にテレビで見てました。獅子舞とかね、そうですね、結構ね、獅子舞とか岡村さん、そうですね、岡村さんだね、本当獅子舞の後の余興の曲芸だったんですけど、そうだよね、神楽だよね。はい、でもだんだんそういう風にね、やる人が少ないっていうか、ね、伝統芸が ねなくなってきたね。なんかやっぱり食べていくのが苦しいというのもありますけど、やっぱりあの初めてもやめていく人が多かった。あと皿回しね、そう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 だよね、曲芸やりますね。でも親方にスカウトされて、まあスカウトだよね。もう自分で勉強したいと思いまして。あ、なるほどね。はい、たまたま出会った公演が海外を回る公演だったんですけど、その時に海外の役者さんとかに、あなた日本人だから、なんかそういう歌舞伎とか能とかも勉強してるんですよねって言われて、もちろん何も残念ながらしてなかった、もう恥ずかしい思いをしまして、それで一緒に出ていた親方の芸が素晴らしく反応が良かったので、帰ってきましたからちょっと勉強させてくださいということで、あの入らせて、まあいろいろと修行させていただいて、でその東京寄席で2代目また先代にお世話になってる時に、いろいろとお付き合いさせていただいて、あと広がりがだん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 またできてきて、ありがたい限りという形でございます。でも、こちらのね、あの師匠がね、転んじゃったんですよね、冬にね、ガツンと、で骨折したの？いや、頭をちょっと顔を打ったんだけど、怪我しました。そうそう、怪我して正月の前にもう偉いことになる。そうなの、2ヶ月ぐらいね、入院。だから今日はね、一緒に出てほしかったんだけど、ちょっとね、そういうことでちょっとね、頭が良くなったのね。そのとおりまた肺炎とか、ね、ちょっと今、心配なので今日は交渉できなくて残念です。失礼ですけど、おいくつでした？今おいくつなの？親方、83、4という形。ちょうどやっぱりほら、あの転びやすい、その足元が転びやすい、みんなだって私の周り転んだり、やっぱりあのなんか骨折したりしてるもん。みんなその年代よ。痛めてきます。うん、そうね、ちょっとしたことで。足のね、感覚上がらないんだと思うよ。多分。
だからつんのめるんだね、人つまずいて、まあ、筋肉も衰えてくるしね、うん、一生懸命お散歩行ってるんですけども、うん、なかなかそうですね、自分の感覚とはもうどんどん変わってきて、変わってきますね、やっぱりほら年いけば感覚のズレがあるから、ね、自分がそう思っててもそうじゃないんだよね。それまでがすごいお元気で足もすごく歩くスピードも速かったので、うん、余計落差が多分気づきづらい、そうでしょうね、ところがあったり、いやだけど本当に、ね、歩けなくなったらちょっとどうしようかねそんなこと考えたことないから、いやいや私はあんまり考えない、そういうのは、うん、歩けなかったら歩けなかった時よ、歩けるよ、歩けると思ってるのね、歩けない時はもう歩けない時、うん、もうそれで終わり。でも今もう出られてんですよね、舞台にね。はい、また復帰して、あの、まあ、リハビリの中で、そうそうそう、できる太鼓とかを一生懸命やっていただきます、うん、いいんじゃない、リハビリでこう、はい、もうそうですね、あの喋るのがやっぱり、あの喋らないとやっぱりどうしてもストレスになってしまうので、もう舞台から何か出ることがもうやっぱり一番のリハビリと言いますか、いや、おしゃべりすることってすごく脳の活性化にいいから、そうですね、うん、そうよ、お客さんの前に出ると全然また違うでしょ、びっくりします、シャキッとするでしょびっくりします、そういうことなんですよ、はい、はい、そうね、楽屋にいるときのんきに話してるけど、うん、また違いますもんね、あれ一回も楽屋に行くこと自体ももう本当に、うん、そう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 、心に張りが出るみたいな、うん、おかげさまで助かってます。なるほど、ね、はい、人前に出てね、やっぱりそこに話して、うん、脳を活性化して、うん、やっぱりこう私たちもボケないように一生懸命頑張らなくちゃ、うん、ボケないと思うよ、飲んでワイ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 やってんだからそんなことないはずだ、もう歌ってらっしゃるうちにすごい体力、ボケる暇がないもん、ね、ボケる暇ないよあなた騒いでんだもんね、まあ、お風呂で水かけ、お湯かけしてんだもんババアって、ね、もうびっくりしてたよみんな、うん、何してんだろうと思ってんだじゃないみんな、にやかすぎて、そしたら私が寝てんだと思ってた、じゃあ私もまたもう一回入ったのにまた入ってきて、ほんで今度私もやったら元気出てきた、お湯かけっこしてキャー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 やったら、もう寝てる人びっくりしちゃって、なんか最初喧嘩してるのかと思ったら今度は笑ったりなんかして、すごくやって水かけして遊んでたから、そうよ、小学生に帰っちゃったみたいになっちゃったんだね、寝るだ寝るまで大騒ぎして枕投げをしなかった、眠くなっちゃってそう眠くなっちゃって寝るまでだよ、本当寝てる寝てる時だけもうおとなしいのもうずっとうるさかった、うん、でもほらそういう経験って久しぶりじゃないですか、うん、なかなかだって、いや私お湯かけ、あのギャーギャーは言うけど飲んでね、飲んでギャーギャーは言ってたけど、いやお湯この年になってお湯かけして遊ぶとは夢にも思わなかったねこれなって、おかしい、なんか10歳ぐらいまでだもんお湯かけなんかしたの、その後で男の子ばっかりだから、お湯かけどこじゃなくて、うん、頭叩いてたよ、ほうきで言うこと聞かないからやろうと思う本当このやろうこのやろうって、だけどね、命の選択ね、マジでやっぱりね、素晴らしいです、うん、田舎行ってね、はい、すごい良かった、一番良かったのは、うん、やっぱりあの100歳のね、うん、あのお母さんとか、うん、やっぱり三春の桜、久しぶりにね、滝桜ね、滝桜、うん、日本三大桜ね、もう素晴らしい、もう本当にスケールがでかすぎて、だけどうちのお嫁さんも、うちのお嫁さん結婚25周年で植えた の、 あのその滝桜の、じあのあの直の DNA なの、全然知らないで、武田だから、だからって探して、あっちこっち探してたら、自分の足、東大元暮らしでさ、自分のうちにきちっと植えてて、25分って、その滝桜がこんなになってたのね、びっくりした。うちの、褒めつつかわす、うちのお嫁さん。あんたは偉い、本当に。すごい。お庭にですか、うん、なんかそう結婚25周年の時に三春に行って、そのね竹桜の苗を買ったんですって、でそれを植えたらもう今年25年すごいでかくなってるんですよ、じゃあ枝もらってさ、ね、もらってきたんです、もらってきて挿し木しようよっつってね、うん、で根っこ生やしてね、そう植えるのあっちこっちに、私自分のとこに、うちの弟が「いやどこでも植える、 あそこが見えっからいいんじゃねえか？」とか言ってたから、そしたら私も2代目もそれで、あの草野くんもそうかもしれないけど、もういろいろ植えるとこ決めてきたの、まずは仕事してから植えるのよ、うん、ちょっとお金ちょっと儲けてから少し儲けてからだよ、交通費とかね、そうよ、宿泊代とか、だからそのやっぱりコンサートやって、うん、道の駅で、うん、それも桜の里っていうの、その道の駅も、うんね、そこでやればいいじゃない、うん、だからね、なんか楽しくなってきて、でまた田舎の人がまたね素朴でね、おかしいのよ、面白くて、もう本当に
なんだかね、言葉が映るんだわ、これがね。映るね。映るよ、本当に。お母さんと話してそんだなんてね、本当に。で、金一ってうちの弟の同級生がいて、それなんかもう、なんかそのなんか自分の娘も歌手なのよ、その地垂れっていうか地元の歌手ね。そしたらその2代目に言われて、やるとこう、あの東京に出てきてちゃんとやんないとって言ったら、なんだかやっぱり大変だからさ、だからでもそれ止まりじゃそれ止まりになっちゃうよって言ってくれたみたいな、うんうん、私の言ってて、あい金ちゃんとかそしたら、いやさ、もう桜さんが来たのに来なかったらまたやられちゃうからさ、私に蛇をつけないにしても、うんそしたらマサキ君の話って、いやマサキって言ったら、何の反応も大きいけど、一番大きかったそのリアクション大きかったのマサキのこと私がね、あの小さい時、私の歌聞いてくれないからこの野郎って言って、のし蛇をね、青大将をくっつけてやったんだそしたらギャーッと泣いてさ、あいつ、そしたらお母さん次の日未来の娘いじめねえできるなっていうところそしたらお母さんがバレて、男より男の子の泣かして好めろっつったらプキッと取ったからってトンコブできてさおいで俺は学校さえなきゃいがねえから来いよし、いがねえぞっつって山学校してたので、のし蛇って何ですか？あのバスに引かれてえーってなってる蛇の話よ。そのシーンだ。でそれでってバスのあのあれにタイヤに引かれてえーってあのなんのし蛇みたいになってる蛇よ。それをねぺちゃんこになったのさ、ひょうつけてやったんだ。組やろって。それは小学2年の時とかいいですよ。ワンパクでいらっしゃいますね。うん、そう、男の子いつも泣かしてて怒られてた。泣きますね。私でも泣きます。おかしいよね。でその正明さんにお会いできなかったのよね。本当残念。正明もいろいろやっぱ仕事あっからあれも の楽農もやってたりして。田植えがね、今ほら今田植えの時期じゃない？稲刈り。田植えじゃなくて稲刈り。稲刈りね。だから皆さんほら稲刈りが忙しいので。やったことないでしょ？あるの？あるんだって稲刈り。うちほらあの農家じゃないんだけど。あの周りがみんなほら農家でしょ、うんうんうん、でみんなほらその時期になったらお家にそうで帰るんだ、ね、だから私も行きたいってさ、うん、でやらせてくださいってその釜を借りて、もうすっごい楽しかった、うん、なんかねやり方があって、うん、あこうやるんですよねって言ったら、うん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 、こうやるんですよねって言ったら、うんうんうん、あそれは北海道で、うん、こっちは違う、こうやってこうこうやってこう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 グッと引っ張ってグッグッとしてグッ、うん、私にさせてごらん、うん、いやもう桑の爪でくあの桑摘みもうまいし、うん、何でもうまいから、うん、農家のことなら、うん、大丈夫だから、そうやり方があるらしいの、うん、草むしりもうまいし、うん、で こうですよねっつったら、そっちは北海道のやり方だ、うんうんうん、足腰がしっかりします、ね、うん、でもこうやってたら疲れない、危ない、うん、こうやってたらね、こうやって疲れる、うん、そうそう、うちの方は逆、うん、グッグッともいってグッグッ、今はみんなねガーって機械でやってわー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 ってなるけど、うん、昔は、うん、やってたの、ね、私のちっちゃい頃はそうだったのよ。で今本当に稲刈りの時期で4時半ぐらいに連絡来まして、ね、フェイスブックで友達になっていけるって言われたんだって、あのなんだっけ朝倉何らかい朝倉なんか難しい、500女落ちてた5と、おじいちゃん、おじいちゃんでもなかったよ、おじいちゃんだから、おじいちゃん、あおじいちゃんね、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃんなの、おじいちゃん、私より10歳近く下なんだって言うんだけど、まあまあね、あまあいいんじゃ、まあ、とりあえずね、お友達になったら、うん、早速楽しかったとか、ね、フェイスブックでやり取りしてんだと、やり取りしてるわけよ、お疲れ様って言って時間見たら4時半、あ4時半に来たって、これから稲刈りだなと思うあれだけいても、だからそのフェイスブックみたいなことやってる人いないのよ、使いこなせる人はいないのよ、やっぱり。そう、うちの弟なんかまだガラケーだから、そうですよね、俺だけでやってんのだから誰もいねえんだよって俺せっかく使えるのに、うん、使えるの友達になってけろなって、友達になってけろって言われたんだと、いいよって言ってそこやったら、俺だけなんだってみんな酔っ払ったついでにあの友達になったんだね
かしいよ ね, ね仲間みんなね、だから俺だけなんだ、みんなやらねえんだもの。やらない、だってできない、できないんだって、うん、なんだべなって言ったの、うん、まあそういうわけでした、うん、またね後ほどね、うん、京子さんの歌聞きたいな、はい、はい、もう久しぶりなんですけどもね、うん、これもうだいぶ昔とかもう30年ぐらい前になっちゃうのかな、うん、ちょっと懐かしいなと思って、うん、今日持ってきたんですけども、夜の爪痕って曲を聞いていただきたいなと思っております。はい、それじゃお願いします。素敵、京子さんの夜の爪痕、30年前。そうですね。ね、でこの頃ね、うん、あの譜面を作って、でバンドさん用にって形でね、であのコーラスグループの方とか、うん、そういう人たちも歌っていただいたり。いいね、うん、すごくいいと思うよ。そんな感じでしたね。でさ、やっぱりこうすごいなんか、最近ガチャガチャした曲が多いじゃない、ね、うん、そうね、ね、まあ、ガチャガチャの人もいいんだろうけど、うん、やっぱりこうゆっくりこう、ね、そうだね、ここまで私たちって私の年になると、うん、やっぱり安心してね、うん、やっぱいいなと、ほっとするような、うん、なんかね、うんうん、どうですやっぱり聞いてて、いやもう大人の世界で今でももうとっくにあれですけど、うん、思いますね。それで今回はティータイムですけど、やっぱりお酒がもう飲みたくなって、うん、そうよ、そうなの、夜しみじみこう、うん、自分のいろんな思い出とともに聞いて、ね、聞きたいね、聞きたいような、すっごい、うん、素敵なコメントね、いやいや、ここにいてもいいくらいだね、違いますね、うん、いいね、そういう、うん、私の代わりやってよ、勘弁してください、からいやいやいや、まあ、私抜けるからやめてください、マジでそう思ってたから、やめてください、このお元気はやっぱり皆さんにお伝えいただかないと、いや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 、いや男の人一人男の人入るとまたちょっと違った感じになるかもしれない、私今ね そう思うから、いやでもね本当にね、神楽をやってて、まあ、カラオケとかにはねやっぱりお遊びで行くだろうけども、うん、若さんあれな の, あの歌うでしょ、いやいやいや、もうあのやっぱり一緒にお世話になる方々、歌い手 の,、うん、あの師匠方が先生方が多いので、うん、とても私らなんかとても歌えないです、そはい、そんなことはないと思うよ、いやいやいや、
いやいやいや、いや分かる分かる、まあ、もうその前気持ちは分かる、そこにかけるもう皆さんのあれが分かるので、うん、とてもじゃないですけど一緒にこう、ただもうねカラオケね、もう余興でって感じで、うんうん、そうね、自分の本音をやってから、うん、じゃあちょっと触りだけみたいなことね、うん、いいんじゃしたら、あ、幅があるねこの子って逆に見るかもしれないじゃん、でもねあれね、うん、カラオケの機会を皆さんねできないので、かけてくるかけて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 多いのよね、うんうん、なぜか自分でやれよって思うときあるよ本当にやります、それならやります私、でもでもほらそれやらなくてもその前でこうねタイトル言ったりこう、うん、メロディー言えば、うん、かかるようになって、ね、出てくるっていうか、うん、でも、うん、その気持ちは分かる分かる分かる、うん、なんとなくいっぱいたくさん集まってね、そういうさ師匠たちに先にどうぞって、うんうん、でも、うん、もう私なんか進んでコーラスグループじゃないけど、うん、コーラスやります言ってね、で逆に歌ってもらって後ろでちょっとね、うん、みたいな、うん、盛り上げるような感じで、私なんか自分の歌歌ってくれる人だったらもう上手い人なら、うん、この間そうだったけど、うん、こう歌わしてカラオケ喫茶歌わしておいて、うん、私お客席回ってあのコーラスのとこ全部やって、うん、私手抜きしてんじゃないけど、まあ、一応手抜きなんだけどすっごい楽しい、でみんな喜んでやるから、うん、そのあの、うんあのうん、しのぶちゃんっていう人がすごい上手いの、うん、歌がね、もちろん NHK かなんかにいた人らしいのよ、だけどあのすごい発声もきちっとして、もうあの演歌ではないけどあのカラオケ喫茶みたいなのだから、だから自分で人に任せておいて客席を振ってあってそしたらね、おひねりがねあれともらいに来たわけじゃないんだけど、結構ねあのご祝儀が入るの逆に、私あれはよかったわと思って、だからもうあの3クラス全部やってねって言ったのそしたら結構ねいい感じになってた、ではね先日ね、先日福島に行った時のお写真をちょっとね、ちょっとね見ていただきたいなと思うんですよ。わあこれ出てきた、これ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 、みんなで暖炉があるよ。お店ですか。地方はあの一軒家なんですけど、醤油屋さんで、うん、すごいね。そのあのあれ民宿、そう今民宿になってる。天井は高くてね。2階があるの。12階。大宴会でした。すごかったよ。ね、ありがとうございます。また次お願いします。次。ほらこれはあの記念写真。神棚見て、この神棚すごいの。ね、真ん中はアマテラス大神棚。そう。すごい、だからなんでこんなに内陽光の中なんか今、うん、びっくりでしょ夜も、うん、一番右の人なんか学校の先生なんだから、あ、そうなんそうよ、高校の、うん、校長先生もやってた人だから、うん、で、あの草野さんがいて、うん、私の、まあ、あの同級生、うん、悦子ちゃんっつって、うん、それでなんかそこの私の隣のは町長さんかなんかっつったね、はい、確かで私のピンクの隣が桜姉さんの弟さんかな、うん、はい、ね、そうだね、 うちの弟だね、うん、あと金ちゃんもいる、あ、金ちゃんいる、うん、あの一番デブってのは金ちゃん、はい、あと一番先生の前にいるのはこあそこのおかみさん、おかみ、うん、そうね、すごくなんか和やかに、そうですね、うん、ね、すごい、悦子ちゃんとかみんないる、私はこの神棚でびっくりしたの、うん、2回も拝んでたよ知らないけど、私は1回しか拝まないけどあの代表してその真ん中の天照なんで本当に、アマテラス大御神だけをきちっと、あのみんなほらアマテラス大御神のところ寄ってくるんだから、アマテラス大御神だけをちゃんとじゃあまた次お願いします、はい、これは寄付に行ったんだけど、あ、そうだそうだ、あと、うん、あの苗木の話とか、うん、そう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 、この草、あの、はい、お写真のアップの方は草野さん、はい、草野秀一さんでしたっけ、個人、そう草野秀一さんっつって、うん、個人あの植樹プロジェクトの代表、まだ49歳ぐらいかな、すいません、また次お願いします。 うちの母です、お母様100歳のこれうちです、うちの母、桜の田舎、かわいい、かわいい、ね、ちょうど100歳、あのね、チャーミングな、本当にね、耳がそっくり、耳ですか、ちょっとどこも似てる、耳か、耳ですか、何でもいいわ、耳似てるとこがあれば、本当に似てる、あ、そうですね、本当に、でもね、耳がね遠いって言ってもこうね会話ができるちゃんと、そうなの、じゃあ次お願いします、すごいよね、でもね、うちの弟、うちのお母さん100歳だから、岸田総理大臣、内閣総理大臣賞もらってるの、ね、すごいね、うん、だから
本当にね、まあ素晴らしいなと思って、本当にまた次お願いします。母ですよ。なんで私ばっかりじゃん。いいじゃないの、別の私ばっかりやっていいの。自分のお母さんみたいな。イエーなんて。しっかりされてますね。お願いします。また次お願いします。はい、おー、親子親子。これ親子だ。親子よりあなたの方が親子みたいな。でもね、似てるって言うから、いや似てるわよって言ったの。似てるかね。似てますよね。まあ似てんならいいんだけど、え、なんでもそんなセールスマンの子供だったらどうするのよ。そりゃそうだね。もうそりゃそうだ。喜ばれましたでしょうね。ね、うん、喜んでた。お母さん本当に本当ににっこり。嬉しいです。あ、草野さんと。ね、すごい。でこの方が草野秀一さん、うん、あの浜松のね、うん、そう。浜松。そうなの。静岡の。そう。そう、あの個人プロジェクトとその食事をやってる頃、ナインギをね、きちっとこう提供して、や自分たちそこ一個一枚、うん、一個ずつやっぱりあの植えましょう、自分の息を数分ぐらいあの植えましょうって。この浜松に食事をされてるってことですか。うん、浜松が基本ベースなの。あと全国にこう展開して、千葉だったり今度福島もやるんだけど、そういうことでだん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 、そんな広く幅広く、そうそう、全国展開するところなの。これから若さんも参加してください、宮崎にもよろしければ。ちゃんとね、本当に宮崎山ある、山だらけですので。山だらけだよね、宮崎はね。そこをさ食事していただければね。すごくやっぱり清潔でね、やっぱりこうそういうものを、環境のもんでね、CO2 がやっぱりすごいから、それを少しでもね増やしていこうという、やっぱりちゃんと。これはうちの、あれがしだれ桜、25年経った。そうそうそう、え、お嫁さんがあれしたって。もうこんなに大きくなるんですか。そう、お庭って山じゃないですか。もうお庭じゃないですよね。いや、これ全部うちの、あの土地なんだけど、広い、すごいの、もう本当に。で、お庭かと思うよ。お嫁さんうちの、うん、そうです。これは綺麗に咲かれるでしょうね。すごい咲く、咲いて、うん、もう周りも結構桜だらけと、うん、桜とアジサイとか、やっぱお嫁さんも花が好きだから、じゃあまた次、はい、よろしくお願いします。うわ、大きいです、ね、すごい大きいね。またうわ目立つね、やっぱりね、あの桜が咲いた時は目立つと思う、ね、本当に。やっぱりちょっと遅いですか、4月こう。あのね、あの青森と同じぐらいの緯度なんですよ、この、はい、あの標高がね。だから弘前の桜が咲くとき一緒に咲きますね、大体。あ、じゃあもう遅いですね。標高500メートルですって、うん、あ、そうです、うん、じゃあ次お願いします。見てみたいです。これ栗拾いしてるの、うちの、うちの栗。山、栗がいっぱいあって、栗も大きくないですか。すごく、うん、このぐらいは大きいけど、それでなんか足跡あるから、あ、イノシシがですよね。イノシシが出るから、イノシシの跡もついてて、そう、そうですよね。まだここまで熊はまだ来てないけど。じゃあ次お願いします。ほら、これが三春の三大桜、これが樹齢1000年の。もう海外の方もよくいらっしゃる。外人さん来てた、来てましたね、うん、この日外人さんも来てたよ。ですよね、うん、もう写真で皆さん見て、スケールがまた違うの、お願いします、うん、すパワーをいただいてきました。なんだか知らないけど、なんだよ、こう分からん。顔がさ、パツパツに腫れちゃってさ、飲みすぎちゃってさ、2人で飲みすぎてぐちゃぐちゃになってるじゃん。大倉先生と桜ですか、ね、余計パワーがもう。違う写真お願いします。パワーいただきます。これは3人でね、うん、草野さんとね、3人で。また空も綺麗な時に、でも本当にこれスケールでかいでしょ、やっぱり違いますよね、桜の迫力が違う、うん、やっぱこの目で見るとやっぱすごい迫力だな。下の方もしっかり見してる、すごい、もうこの下のこの息がね、あれすごいですよ。上だけじゃないですもんね、下の方も、うん、楽しかった、楽しかったね。じゃあ、うん、京子さんも今度ぜひ、うん、ね、そうですね、ぜひ連れてってください、ね、連れて行きますから、ぜひ、ね、じゃあこれで福島でもなかなか、ね、そういうねチャンスがないんでね、同じ同県人なんだからさ、お願いします、うん、でもうるさいよ。言ったら、いいよ、無視してれば。あんまりだって京子さん、私たちみたいなのんべえじゃないもん。そうだそうだそうだ、飲まなくたってほら食べる方が、あ、もう、ね、美味しかったから、美味しかった、食べたい言ってね、うん、
そう、 うちの弟とそう言ってたから、うん、いやあのその頃いっぱいやりするからいっぱい食ってきろって言ってたじゃん、うん、食ってきろって、春にな、さぐらさんどこに送るから、うん、もらって食べな、食べてきろって言った。嬉しいね。まあね、そういうわけですよ、うん、姉さん、次は姉さんの歌でございます、うん、ご紹介お願いします。はいはい、じゃあ今日はいつもだとアー墓場にしちゃうんだけど、もうこれからちょっとこれをね、アー一人の方をちょっと、ね、あの皆さん歌ってくださるもんだから歌ってくれた方がいいと思うので、じゃあちょっとアー一人の方を聞いていただきたいと思います。それではさくらのアー一人聞いてください。どうぞ。ありがとうございました。さくらさんで一人聞いていただきました。まあ久しぶりに聞いたけど、うん、やっぱりいいね、うん、まあ歌いやすいと思うね、うん、こっちの方がね、うん、でも私もねやっぱり何度も言うようですけど、カラオケではこの歌を歌わせていただいてる、うん、やっぱりね墓場もいいんですよ、うん、まあ墓場も本当に難しい。もしかしたらでも、うん、こっちの方がバンマスじゃないけど、うん、看板ねって私に言ったのは、うん、これ10年かかってもこっちの方が行くと思うよって、うん、バンマスはそう言ったよ、池谷屋さんはね、うん、だからやっぱあの人たちは本当てっぺんから下までやっぱり引いてきてる人たちだから、うん、ましてバンマスやってきてる人だから60年もね、だからやっぱりその感覚はね合ってるかもしれない、直感ってね、だから私もそう思う、なんかそれヒットしちゃった本当10年私たちここにいて証拠のさこれは残ってるけどねえ大変なことだよね、そうですね、10年経ってもすごいことですね、でもねやっぱり誰か彼かね、うん、皆さん芸人さんですけども、うんうん、誰か彼かヒットしていただきたいですね、うん、本当にね、みんなねやっぱり自分の行くやっぱり方向を間違えなければね、うんうん、やっぱり
晴れてなおすごくやっぱり輝くっていうこともあるからね、いぶし銀じゃないけど磨けば磨くほどやっぱり光っていくっていうふうに、やっぱ年いけばいくほどそうなっていかなきゃあったら嘘だよね、それだから人生やってきてるからね、本当は神と言いますね、そうですね、そう私は思います。ね、若さんなんかもあちこちあちこち行ってね、まあ忙しい、けども、私ねこの間6月だったかな、誘われたのよ、松戸市民会館だったかな、だからね行きましょうよって言うから、なんかモノマネの人となんかさ、であ私ダメだよ、はい、明日さ北海道行くんだからって、ちょっとチラシ見せてって言ったら、あら若さんいるじゃん、何どうしたのよと思ったら、だから知り合いなのって聞かれたの、おばちゃん連中に、よ知り合いだけどさ私明日北海道行くから、あのさ若さんによろしくお伝えくださいって、その時にはねって、あのご祝儀かなんかお渡ししてって言ったのよ、そうだね、ありがとうございます、そうだね、ありがとうございます、いやそりゃそうよ、聞こうと思ってそれをさ今日さそりゃもらった方が嬉しいに決まってるよ ねご祝儀かなんかお渡ししてくださいねって、ねって言ったの、分かりました、じゃあ行かないんだねって、いや行かないんだ明日だからっつってんの、ちゃんとご祝儀ぐらいあげてよねって、でその時にね、こうね来る予定だったけど明日北海道だとかなんかいいよがあんでしょうよって、で言ったら、あらご祝儀なんか出してねえな千葉の人間ケチだからなって思いながらそんなことないよ、千葉でやって私いっぱいもらってるよ、だってあれあそこの元八幡って千葉でしょ、違うの、千葉です、西船橋も千葉じゃない、ね、はい、あ結構もらってるよ、あ、私はもらってる、いやだけどさ、あれ何人ぐらいで 4,5 人いましたよね、なんかね、そうですね、千葉県の敬老会 の、ステあのイベントで泊まってイベントがあったんですけど、あのモノマネの市木ひろし先生方といる、なるほど、浪曲の先生、そうだそうだそうだ、モノマネさんとね、なんかもう本変わるのでそんな持ってくる暇もなかったと思ってますしはい、でもそんなお話いただけるだけでありがたいです、いやいや、ありがとうございます。行く暇がないじゃないですか、次の日朝早いから ね、いくら近所であっても本当に、今度近所だったら行きますよ、ありがとうございます、私も運びますので、よろしくお願いします、本当に、でもね本当に知り合いの人がこういうふうにね、あの舞台出てるとやっぱり嬉しいですよね、そうだね、知ってる人が出てれば ね本当に嬉しい嬉しい、本当に活躍してるんだななんて思いながらね頑張ってるとやっぱり思えるから ね、でも京子さんもこれから今月忙しいんじゃないですか、あ、そうですね、あ今月はね、あ10月だから、そまあ、東洋館の方も入ってるし、あと、まあ、あの船堀の方も、ね、入ってるし、健康センター、ね、船堀って、いや健康センターじゃなくて、あの船堀、あの塔の上、タワーのとこでしょ、あそこであの、チャリティーショーというかね、まあ、いろんなねあれやってるんですけども、でついねついというか日曜日の日にあの近く の、あの神社のお仕事があって行ったんですけども、まあ、あの全然何も言わないで行ったんですけど、まあ、知り合いの人が何人かいててね、いやここで会えると思わなかったとかさ言われて、ね、来るんだら教えてくれればよかったのにとかね、でもほらギリギリまで私あんまり中身聞いてなかったんでね、あれだったんですけど、でもやっぱりほら思いでびっくりしたのは、何十年ぶり20何年ぶりぐらいで、そこに入れてる方が、業者の方、で昔歌い手さんだったので、一緒にほらお仕事してたんだけれども、そうなんだ、それでいや高田さんってしばらくですって言われて、顔見て分からなかったの、で名前を聞いて初めてすぐほら、だけど私が知ってる時の彼の顔じゃないのね、もう20、30にもうまん丸になっちゃってて、で私は私で今度私も太ったし、中村明じゃないでしょ、いや違うんですけど、いやもうびっくり、そしたらもう今ほらね歌い手さん辞めて、まあ、タレントさん動かしてるんですよ、で今日のほら組んでるのね、僕なんですよ、なるほど、もうほんとびっくりしちゃったりして、でもいろんなところでみんなね活躍してるっていうか、そうね、それなりにみんなつながるもんね、若さんは、はい、あ今週末はお祭り、もう神社の祭礼さんのお祭りさんとかで、これからすごいね10月はね、そうだ、祭りじゃん、すごいすごい、浅草二十一席さんの皆さん方もお世話になったり、いろいろとああるね、お世話になったりします、一緒に、そうだね、二十一席とかね、やっぱりね、やっぱり
私思うんだけど、うん、どんなにお金が少なくてもさ、やっぱり少しは出てね、顔を売っとかないとねってね、うん、ね、うん、やっぱりもうね、お金は後からついてくるって感じですね、いつもね、うん、大谷さんが言ってるじゃんね、うん、翔平ちゃんが、うん、あれかもって、やっぱりその後に、うん、やった後にやっぱりそのなんていうのか、うん、データがついてくるんだって、いつもだからすごかった、すごいんじゃない、あの人は、やっぱり、うん、桜お姉様は、あ、私10月5日にあの福島中通り会がありまして、四ツ谷の、婦人会館で、11時からちょっと音合わせして、11時半から会場で、14時から3時かそのぐらいまでやってます。あのゲストで、呼ばれました。同じあの福島県の中通りなので、だから待っててくださいね、これ見ててくださる方もよろしくお願いします。でも、ね、あとその後いろいろやります。うん、私なんかもうね、本当にね、木馬亭で本当にね、うん、あの合戦場の桜のね、寄付をしていただいたお客様には本当に感謝しております。まあこれからね、またあのいろいろと被害、例えばね、さこの間みたいに石川県のね、うん、そういう土砂崩れとか、うん、あの例えばいろんなところあった時はまたね、寄付をさせていただいて、うん、それをね、市役所なりなんなりお持ちしますので、うん、まあ、本当にね、今回はそれを兼ねて福島に行って、うん、あのそのね、募金していただきました、お客様ありがとうございます。いや、周りにいたってやっぱりあのそのやらない人はやらないんだし、やっぱりいくらほら地元だって言ったって、うん、同じ仲間うちでもやっぱりその仕事を一緒にしててもやっぱりできない人もいるし、うん、でも遠くに離れててもあのやっぱりや、ね、あの少しでも打診してくださいっていう人も、うん、やっぱ人のそれは心だと思うから、うん、私はそう思ってるので、うん、でもあの、ね、ご協力いただいた皆様、もう高いところではございますけれども、うん、ここから熱く御礼申し上げます。ありがとうございました。またね、いずれもね、やっぱりあの気持ちですからね、うん、そうなんですよ、気持ちなんだね、うん、だ心です。いつ自分がお世話になるかわからないし ね、だからやれる時にはやっとこうみたいな、ね、うんうん、そうなんですよ、うん、やっぱりね、気持ちがね、やっぱりこう多少なりの金額ね、うん、何十万じゃないですけども、うん、あ、こういうふうに募金していただいて、お客様それでお持ちしてね、ここにすっきり気持ちがね、うん、やっぱりいいですよね、うん、ああいいことしたっていう、そういうような気持ち、積み重ねじゃないけどね、そう、うん、でやっぱりね、あのこの前私もほらね、うん、こう回った時にあの、まあ、ワンコインっていうかね、そういう人もいたし、うん、まあ、千冊とか、ね、うん、2,000、3,000、うん、あれ私少ないけどってこう言って、ね、うん、そうそう、入れてくれた人もいるけど、うん、でも気持ちなのね、 それがもうほらね、うん、ありがたいというかさ、それが全部生き金ね、うんうん、捨て金っていうのもあるけど、うんうんうん、それがみんな生き金になって生きてくるね、うん、その苗木もやっぱ保存するわけだから、うん、500年近く経ってるやつを修復するっていうわけだから、うん、 ね、それ修復できるかできないかはやってみないと分かんないよ、うん、5、6年かかるっつってるんだから、うんうん、だけどでもそれ集めてみんなにね、あのやっぱりすごくね、骨折っていただいて、皆さんからやっぱりご寄付をいただいたんだから、やっぱりそれが本当にありがたいから、少しでもそのなんか木がね、そのくたびれた木に入ってくれれば木も生きろっつうもんだよね、やっぱりね、それにはね、やっぱり人ってね、お金に対して分かんないじゃないですか、やっぱりお金があるから詐欺る人もいるだ、うん、出てくるだろうけど、うん、でもそのようなね、うん、人たちはやっぱりいないと思います、うん、もう信用しております、うんうん、ですから ね、やっぱりそういった意味ではね、こういいことをする、うん、やっぱりいいことをして、やっぱり気持ちがすっきりする、うん、だから私は信用されてなかった部分もある意味ではやっぱり一応お願いしたんだけど、まあ、一応信用はしてるけどと言われたんだけど、いや信用なさってください、ちゃんと市役所まで行って届けてきましたから、私そのほっかむりしたりポップはしたりはそのぐらいの金額ではしないもので申し訳ないです。もっとあれです、もし聞いてたら、あの私はあの決してそんな変なことは今までしてきてませんので申し訳ないですが、それではですね、最後になりましたね、千歳でふるさとは風に乗ってを聞いてお別れしたいと思います。今日どうもありがとうございました。
背を刺すような太文字手紙、読めば恋し頼りで涙、ふるさと待ってておくれ、努力一筋